こんにちは、ダイスです。今回は T シャツを作ることになったので、デザインをお願いするのに、こちら以前も来たことあるんですけど、日本アニメ漫画専門学校さんに来てます。今回のデザインはここに所属している在籍している学生さんにお願いしようと思います。で、今回はまだね、1回目の打ち合わせになるので、まだ何も決まってない状態なんですけど、どんなものができるのか今から楽しみです。多分、うん、7月の後半なんですけど、7月の後半です。できるのは9月ぐらい、うん、9月ぐらいかな、になるかと思います。はい、感じですね。はい、はい、じゃあこれから打ち合わせなんで学校にお邪魔してきます。はい、第1回目の打ち合わせ今終わりました。じゃ、いろんな話させてもらったんですけど、なんか楽しそうですね。これから生徒さん選んで、どういう形式でやっていくのか、まだ学校の方で検討してくれるって言ってたんで、うん、はい、そう、学校さんなんでね、うん、うん、楽しみだね。はい、楽しみです。いや、どんなのができるのかねじゃ、まだですね、1回目なので、ここから2回、3回でこう打ち合わせをしながら、最終的にこう T シャツのこう面につくデザインが決まっていくんですけどね、あの白とかいろんな色があると思うので、 T シャツってそれもね、どんな感じになるのかなっていうのも楽しみですよね。ということで、次は2回目。ね、また数日後にこの動画自体はなると思いますので、それではまた。はい、ということで数日後です。もデザインが付き上がって、はい、ちょっと学生と話をして、うん、はい、専門学校に向かってます。向かってます。日が強い。いや、楽しみですね。今回学生に会うのは初めて、うん、初めてなんですよね。なんでね、本当に楽しみです。もうデザインはね、ある程度そうそう、やり取りをね、もうさせてもらっている感じで、そう、デザインもね、すごいとってもいいデザインで、うん、はい、うん、すごい大変でした。あの、全部の良さがあって、苦労しましたね。はい、です。はい、じゃあもうすぐなんで向かいます。はい、建物の中に来させていただいてます。学生の方と初めてお会いしました。これからちょっとお話とかさせていただく感じになります。緊張します。はい、ということで、今回のデザインこちらです。作っていただいたのはこういうデザインです。3D で作っていただいてるんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、どんなこうイメージで作られたのかなっていうお話とかも聞けたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、あの、どういうイメージで作られたんですか。はい、ダイスさんのチャンネルを拝見して、はい、うん、2つある方のゲームをしている方のチャンネルを拝見させていただいて、すごいたくさんゲームと、うん、ゲームの動画を投稿していて、すごいゲームが好きなんだなと思ったので、ゲームと名前のダイスっていうサイコロを、はい、サイコロです、掛け合わせて何か作れないかなと思って作りました。あ、それでサイコロに、うん、あの面にこう十字のボタンがあったりとか、はい、A ボタンと B ボタンがあるっていう感じになってたんですね。はい、あ、なるほど、あれ、感覚がすごいと思って。私、あの、普段ゲームパッドなんでこうやって持ってるんですけど、あれ、そのままだってこう見てこうやってやってました。一緒のやつだと思ってやらせてもらいました。そう、色もですね、いろいろ案を出していただいたんですよね。はい、なので、色の組み合わせもどっちも素敵って思って、で、自分的言うんだったらどっちがいいかなって結構悩みました。ありがとうございます。その他にも今回私が選んだの1個なんですけど、何種類もね、作っていただいてたんですよ。なんで、あの、アイディアがすごいなと。
ました。ありがとうございます。そう、すごく良かったです。はい。嬉しいです。で、まだ私の手元にもその T シャツのデザインなんですけど、そのね、T シャツ出来上がったものっていうのが届いてないので、ワクワクしてるんですけど、また届いたらちょっと持ってきます。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。なるのって一度もなかったので、あ、そうなんですね。嬉しい気持ちです。ありがとうございます。いや、私も嬉しい気持ちですはい、行ってきました。いろいろお話聞いてきて、気になってたこのデザインってどういうイメージだったのっていうのとかお話も聞けて本当に良かったです。ちょっと不思議な感じなんですよね。自分の YouTube のチャンネルをイメージして作ってくれたデザインっていうのは本当に嬉しくて、こういうイメージなんだっていうのも、まあ、自分じゃわからない部分もいっぱいあるので、そこもねお話聞けたのもいい経験でした。はい、あとはまだ実際にね T シャツになったっていう姿のものがまだ手元に届いてきてないので、それが届くのが今から楽しみです。はい、という感じで出来上がった T シャツこちらです。今ね実際に着ているんですけど、サンプルいただいてどんなものだったのかって確認して出来上がったものという感じです。でまたですね、この T シャツ実は今年の、東京ゲームショー2024の YouTube ブースでも展示していただいていて、その時にブースに展示になっている T シャツにサインを書いてきました、こんな感じです。はい、展示されてた T シャツにサイン書きます。こういう時に失敗するんだよね、大体ちょっと埋め取りしないと多分大丈夫だ。いきます。あすごい大丈夫大丈夫、まだ失敗してないぞかけてるかけてる、大丈夫大丈夫、あ、だからまだです。猫にしデザイン T シャツを作るのにご協力していただいた専門学校の先生方、そしてデザインをね実際に考えてくださった生徒の皆さん、ありがとうございました。すごくいい経験でめちゃくちゃ楽しかったです。はい、そして今回 T シャツになってるデザインはもう残念ながらというかね、もう一つだけをこう選ばせてもらって作ったんですけど、生徒の皆さんからこの T シャツのデザインにする、このデザイン自体をコンペ式で何名かの方に考えていただきました。そちらもぜひ動画のね最後にはなっちゃったんですけど、こんな感じでいろいろと作っていただいたので皆さんに見ていただけたらなと思います。じゃあ私がオーダーしたのはこの D のマークを使ってデザインを考えてくださいってお願いしたんですけど、さすがプロの卵の方々なので、どんな感じのこうイメージで作ったのかっていうのもね、私がこう普段 YouTube で、ね、作ってる動画とかあとチャンネルをこう参考にイメージしていただいて作ってもらって、すごく嬉しいです。本当にね経験になったのが、自分で作って運営しているチャンネルなので、まあ、視聴者の方からコメントいただいたりっていうのはあるんですけど、客観的にね私の作ってる動画とかチャンネルとかって、あ、こういうイメージなんだっていうのが今回で、ね、分かったので、そこもねいい経験でした。ありがとうございます。そう、ひとえにですね、いつも見ていただいている視聴者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。でまたですね、専門学校の生徒の方と今回みたいにこうやって何かをね一緒に作るっていう機会が今後もできたら嬉しいなと思うので、ぜひ概要欄に
T シャツの、ね、販売の URL がありますので、そちらも買っていただけたら嬉しいです。結構長丁場だったんですよね。夏前ぐらいからっていうのかな、本格的な夏が始まるぐらいから、まあ、今秋って言われる時期だと思うんですけど、これぐらいのスパンでこう作った動画を一本にこうするっていうのも初めて、あんまりやったことなかったんで、いろいろね撮っていって、自分のこう今後ね、あ、こんなこともあったなって振り返る時にも、こういうことあったなって見れる動画にできたのが嬉しいです。本当はね全部撮りたいなって思ってたんですけど、いかんせんちょっと時間がなくて、細かいね、メールでのやり取りとかそういったものとかはねちょっとね省いた状態で作ってはあるんですけど、いろいろとご尽力皆さんにいただいてできました。ありがとうございます。はい、ということで今回は、オリジナルグッズの T シャツを作ってみたという動画になりました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 X もやってます。もしよければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。そして今回一緒にデザインを考えてくださった専門学校の URL 概要欄にありますので、気になる方はそちらもチェックしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!